15日に電撃引退を発表した桃色クローバー Z の有安桃香が15日、フジテレビ系、目覚ましテレビで、引退決意は1年前からと明かした。また佐々木彩夏は引退を告げられた時の様子を明かし、一部で激怒報道が出たことに、そんなに怒ってないと笑いながら否定した。番組ではももクロが出演し、有安の引退について説明。軽部真一アナから改めて、今年が10周年で、一気絶頂のこの時期での引退について聞かれると、有安は、毎年1周年、2周年と大事にやってきたので、10周年で力が入るとかではなく、一つ一つライブは後悔なくやってきたと、決して突発的な考えではなく、熟慮した末の決断と説明。具体的に決めた時期について聞かれると、たくさん考えて、1年ぐらい前だったと、約1年かけて出した決断と語った。他のメンバーは有安からのグループ卒業、そして引退については、年明け前に聞いた、百鷹なこといい、衝撃的すぎて。どこかでずっと5人でという思いがあった。4人というイメージはつきづらいから、どうしていくのかという不安もあるが、前向きな気持ちで送り出してあげたい。桃田と前を向いた。また佐々木は、最初に有安に打ち明けられた時の様子を10回、メンバーとマネジャーさんと話し合う機会があったんですけど、みんな黙りこくっちゃってどうしようと、と気まずい沈黙が流れたという。三宅正春アナが、なんか、佐々木が怒ったっていう、と切り込むと、佐々木は、何かニュースになってるんですけど、そんな怒ってはいない、めっちゃふざけんな、とかは言ってないと笑いながら否定。